放火イットリウムは、イットリウムと酵素からなる結晶性物質で、その素性は様々で、YB2,YB4,YB6,YB12,YB25,YB50,YB66 などが存在する。これらは灰色がかった硬質の個体で、高い融点を持つ。最も有名なものは6放火、イットリウム YB6 である。これは、 比較的高い温度で超伝導を示し、ラブロクと同じく陰極線管に用いられる。他の面白い崩壊イットリウムは YB66 である。これは大きな格子定数を持ち、高い熱力学的安定性を持つので、低エネルギーシンクロトロン放射の解説合子として使われる。YB2 の構造に崩壊イットリウムの構造は超伝導物質として、 有名な二方化アルミニウムや二方化マグネシウムと同じく六角形構造をしている。ピアソン記号は HP3 で空間群は P6 m ーマイモー。格子定数は A イコール0.3289ナノメートル、B イコール0.3289ナノメートル、C イコール0.3843ナノメートルで、密度は計算によると5.1グラムセンチメートルマイナス3である。 放素原子は、イットリウム原子を挟んで、シート状のグラファイト構造を成している。YB2 結晶は、空気中で穏やかに加熱されると不安定になり、400C で酸化し始め、摂氏800度で完全に酸化される。YB2 は、約 2220C で誘拐する。YB4 は、四面体系の構造を持ち、空間群は、P4 マイメートル BM、格子定数は、 A イコール0.711ナノメートル、B イコール0.711ナノメートル、C イコール0.4019ナノメートル、計算による密度は4.32グラムセンチメートルマイナス3である。数センチメートルサイズの純度の高い結晶は、ゾーンメルト法を繰り返すことにより得られる。YB6 は、密度3.67グラムセンチメートルマイナス3の、匂いがある黒い粉末である。キャブ六。 ラブ6などの他の6方化け物と同じ構造を持つ。数センチサイズの純度の高い YB6 結晶はゾーンメルト法を繰り返すことにより得られる。YB6 は比較的高い点4度を持つ超電導体である。YB12 の構造は立方章で、その密度は 3.244gcm-3 である。ピアソン記号は CF52 空間群は f m 3メートル、光子定数は a イコール0.7468ナノメートルである。結晶単位は立方八面体である。デバイ温度は約 1040k で、超伝導は 2.5k 以下でないと示さない。yb25 結晶構造。黒と緑の玉がイットリウムと、放素原子を示す。b、y の比が25以上である、放火イットリウムは、 B12 二重面体を元にした構造を持つ。YB25 の放則骨格は二重面体からなる、頬化け物としては最も単純なもので、一種類の二重面体とそれを橋渡しをしている、放則原子からなる。橋渡し放則は四つの法則と四面体方向に結合している。そのうち一つは別の橋渡し放則で、他の三つは二重面体放則である。 イットリウムは空間的に60から70%を占めていて、蘇生式 YB25 は原子数の比を単純に反映させたに過ぎない。Y 原子と b 1 2二十面体は X 軸方向にジグザグに配置している。橋渡し放素は3つの二十面体放素と結合していて、これは互いに平行ないくつもの結晶平面をなす。 橋渡し放送と二重面体放送の結合距離は0.1755ナノメートルで、これは典型的な BB 共有結合のものと同じである。一方、橋渡し放送同士の結合距離は0.2041ナノメートルと大きいので、平面同士の結合力は弱い。圧縮されたイットリアの急流と放送粉末を 1700C まで加熱すると、 YB25 結晶が生成する。YB25 章は 1850C まで安定である。さらに高温になると誘拐せずに YB12 や YB66 へ手にする。このことは YB25 単結晶を成長させるのを難しくしている。YB50 結晶は射方章であり、空間群は P21212、公式定数は A イコール1.66251 7 m メートル、B イコール1.76198 7メートル、C イコール0.94797ナメートルである。圧縮された、イットリアの急流と、酵素粉末を 1700C まで加熱すると、YB50 結晶が生成する。さらに高温になると、誘拐せずに、YB12 や YB66 へ手にする。このことは、 YB50 単結晶を成長させるのを難しくしている。TB からルーまでの軌道類元素では M50 という素性の結晶が存在する。Z 軸方向から見た YB66 の放素骨格 YB66 は1960年に発見され、その構造は1969年に解明された。構造は免震立方構造で空間群は FM3C。 ピアソン記号は CF1936。公子定数は A イコール2.3440ナノメートルである。項素の位置は B1 から B13 まで13種類あり、イットリウムの位置は1種類のみある。B1 は1つの b 1 2二重面体を作り、B2 から B9 までは他の二重面体を作る。これらの二0面体は13個の二0面体のユニット12バイト12。 としてまとめられ、これは、超二重面体と呼ばれる。B1 による二重面体は、超二重面体の中心に位置する。超二重面体は、YB66 の法素骨格の基礎となる要素の一つである。超二重面体は二種類ある。一つは、単位格子の面心立方中心にあるもの。もう一つは、単位格子の中心と角に位置しているもので、これは90度を回転させられている。 そうして単位格子には超二重面体が8つ存在することになる。他の YB66 の構造単位は B10 から B13 で作られる B80 クラスターである。80個の放送原子が存在するわけではなく、原子が入り得る位置が80箇所あるという意味で、実際には42個の放送原子しか含んでいない。b 八十クラスターは単位格子の区単との耐震立法中心に、 一致している。よって、単位格子中には8つのクラスターが存在する。2つの別々の構造解析によっても、単位格子中の放送の数は1584個で、あるという同じ結論に達している。単位格子中には48のイットリウムの場所がある。Y の占有度を0.5とすると、単位格子中に24個の Y が存在することになり、素性は y b 十六になる。 0.5の占有度は、タイになっているイットリウムの場所のうち、いつも一方のみしか満たされていないことを示す。YB66 の密度は 2.52gcm-3、熱伝導率は 0.02Wcm-1K1 と低く、弾性率は C11 イコール3.809、C44 イコール 1.609nm-2 であり、 デバイオ温度は 1300K である。他のフォーカイトリウムと同じく YB66 は硬い物質でヌープコードは 26GPA である。数センチメートルサイズの純度の高い YB66 結晶はゾーンメルト法の繰り返しにより得られ、X 線の端子機構分光器に使われる。YB66 の格子定数は2.344ナノメートルであり、 非常に大きい。この性質と熱力学的安定性により YB66 は低エネルギー X 先端触光分光器の解説防止に応用される。ありがとうございます。